ちは、第73世竹の木のすくねです。台風の中戦っております。今日の歌は意外と間違いない人で、藤原俊之様の歌です、先に歌を読みます。これ結構後ろの歌につながってきますから、定家ってその歌の配置うまいんですよ。この人の歌にはこの人の歌が対になると、18首目読ませていただきます。すみねよ、すみのえの岸に夜波、夜さやけや夢の通い、人目をくらむ、これは墨田の騎士、これ大阪のことです。大阪湾です。その波ではないけど、現実世界ばかりではなく夜に下がりでもその夢の中に通い字ができないのか、あんたはそんなに人目を避けようとするのか、わかります。わかります、気持ち。あの忍ぶ恋なんです。だから隠さないとダメなんですね、相手。これカットされるかもしれませんが言っときますが、私も生徒と付き合ったことがあります。その時絶対にバレてはいけないんで、一緒に会うようなことはしませんでした。うまくやらないと、小泉進次郎さんのクリステスさんとうまくやったんですよね。バレなかった。そうじゃないとうまくいかないんですよ。こういうのは。誰かが喋ったりとか、誰かが見たなんて、そんなことがあったらうまくいかない。そこに書かれてるんです。で、これは、住谷の夜波っていう、要するに、海に夜波と、その人に対する気持ち、夜波、夜中に会うわけですよ。密かに。夜波と夜をかけてるんです。夢にも会えない忍ぶ恋なんだけど。もうこれはもう完成形です。この歌。で、これを天皇の目の前で言ったんです。宇田天皇が開いた、官票の御歌会で歌ったんです。そしたらもう、俊之阿孫が好きなの誰なのか、誰なのかって噂になってしまいますよ。兵衛の神です。謎が多いんです、この人。お母さん、木のナトラの、娘さんなんですが、木のナトラっていうのはかつての万代納言、トムロの後ろと、スモフで、殴り合いで戦って死んだ人です。当時最強の男だったんですが、友の将は倒して大納言になったという事件がありました。そういうこともあって問題があります。非常に、書道に卓越してて能書家です。現在でも神護寺に称名、神護寺の、鐘に、書かれた、字は、藤原の俊之だ、俊之阿孫の歌です。36歌声の一人です。皆さん、6歌声は言えると思います。が、36歌声って大体覚えてないと思います。6歌声は覚えておいてくださいね。大小変な気分あり。俺が作った言葉ですが、大小変な気分ありで大丈夫ですから。大は大友の黒主です。で、小はなんて感じ当てていったらすぐ出てくると思います。気分ないの気は気仙法師、文は文屋のね、屋敷で、という感じで出していきますから、大小変な気分なりで6歌声できます。36歌声を覚えろとは言いません。しかしこの俊之の歌は、あなたは夢の中でも僕に会ってくれないのかっていう叫びなんです。会いたいじゃないですか、せめて夢の中でも会ってくれっていう心の叫びを私感じます。それではまた次回。